い、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の参考書にあります政府の数の計算特訓丸1をお送りします。で、ね、さっきも言ったように、まあ、参考書に載ってます政府の数の計算特訓というページの題目1ですね。こっちのまず10問解説でやっていきますので、よかったらお付き合いください。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番だね。マイナス5、マイナス、カッコ、マイナス12と。で、これはですね、ポイントここですね。カッコの前にマイナスがあった場合は、ここを、以下、こうして、プラスに変える代わりに、カッコの中身の符号を変えようね、と。この変化ができれば OK です。つまり、書き直すと、まあ、マイナス5があります。でも、プラス12に出てくるので、で、こうなると。で、あとはこれは暗算しましょう。マイナス5とプラス12なんで、答えが7。これで終了でございます。よし、じゃんじゃん行きましょう。で、次、2×カッコマイナス6分の5ですね。で、掛け算、割り算の場合は、答えがマイナスになるのか、プラスになるのかを先にね、予測というか、そこをまず決めてしまいます。で、今回は、マイナスが1つです、計算で。マイナスが1つってことは、答えも必ずマイナスです。で、この状態でね、もう約分できるよって方はそれでいいです。それやっちゃって構わないんですけど、ちょっと丁寧に書くとすると、これ1分の2なんだよね。だから、長いちょっと分数を書いて、1分の2かけるかける。で、6分の5を乗っけてあげると。こんな感じで。で、約分すると1と3。で、もう約分できないんで、マイナス残ったのが、3分の5。これで終了となります。で、次行きましょう。3の2乗プラス、カッコ、マイナス2かける、カッコ、マイナス4ですね。で、ここで大事なのは、計算の順序です。で、まず最初にやることは、指数ですね。このちっちゃい数字が肩にくっついてるやつ。これを計算してしまいます。で、3の2乗ってのは前やったように、3かける3ね。これ、ものすごく間違えるのが、3×2 で間違えます。で、そこ気をつけて、これ 3×3 だから、9。これ先に出しておきましょう。で、次に、足し算と掛け算があるので、掛け算が先になります、ここ。で、マイナス2かけるマイナス4。マイナスが2つだから、プラスに変わります。で、2が8なんで、まあ、プラスをね、ちょっと除くと、8になると。ってことは、書き直すと9プラス8になるんだよね。こう。まあこうすればね、もう計算暗算でいけるので、17で終了と。で、次、割り算ですね。で、さっきも言ったように、掛け算と割り算は先にね、答えがプラスマイナスどっちかを確認します。で、今、マイナスが1つしかないので、またマイナスです。で、まあ長い分数を書いて、3分の2。かけるかける。割り算の後ろの分数はひっくり返します。だから1分の6に変わるので、こうなる。で、約分すると1と2。で、分母が1になったからね、だから下はなくなっちゃうので、結局 2×2 で4。で、マイナスがまだいるので、マイナス4と。これで OK です。で、次が14。マイナス、カッコ、5をマイナス21、カッコ閉じで割る、カッコマイナス4ですね。で、これも大事なのは計算の順序。どっからやっていくかっていうね。で、さっきと違って指数はないんだよね。ないんですけど、カッコの中で計算できる。5-21、ここですね。があるので、これが最初です。だから、これ計算すると、マイナス16になります。カッコつけておきましょう。こうだね。で、次に、引き算と割り算があります。これは割り算が先です。掛け算割り算の方が先だからね。だから、カッコマイナス16割るカッコマイナス4を計算します。で、慣れるまではこうやってどこを今計算してるのかなっていうのを波線とか線で書くといいです。みんなだったらシャーペンでね。で、マイナス16割るマイナス4。マイナス同士だからプラス。16割る4は4だから、ここは4になります。で、やると、14マイナスが残ってるので、書く。で、あと、ここが4に変わったんだから、4って書けば、14-4なので、答えは10と。こんな感じで OK です。
で、次割り算ですね。まあ、マイナス同士、マイナスが2つあるので、答えはプラスです。まあ、プラスだからね、書きませんけど。で、気をつけなきゃいけないのが、これなんでこの問題載せたかっていうと、6÷0.2 っていう、この小数の割り算結構ミスります。1年生。小学校の時にやってるんですけど、ちょっとやりますね、筆算で。6÷0.2 です。こうですね。で、こっち、割る数の方に小数が入ってる時は、まず小数点移します、こっちに。こうやってね。で、移す代わりにこっちも移すと。で、よくまあ0をつけるだけでもいいんですけど、自分がよくやるのは、6みたいな感じで小数点がない数字っていうのは右下に小数点隠れてます、全部。書いてないだけで。で、これを1個右に移してるので、その隙間の部分に0を書こうねっていう感じ、イメージとしては。だから、今この問題、60÷2 に変わったんです。60÷2。そしたら、2、3が、ごめんね、6で0だから0。つまり、あ、30だったんだね、と。いうふうになります。つまり、6÷0.2 が30ってことが分かったし、クーフェと答えがプラスってことも分かっているので、これは30で OK と。で、プラスは書かないでおきましょう。で、次が、-3+9-6です。で、これは最初のこの問題と同じで、カッコの前にマイナスがいると。ね、時は、変えて、中身の符号も変えちゃおうぜと。こうやっておきましょう。で、あとは、掛け算割り算とかありませんので、全部ね、暗算でやって、暗算とかやっていこう。一個ですね。で、まず、前からいこうか。-3+9です。これ計算すると、6になります。で、6++6。まあ、つまり、6+6っていうことなので、計算すると、12ですね、と。こんな感じ。で、この辺のね、-3+9がなんで6なの?と。そこら辺が迷ってしまう方は、ちょっと前のページに戻って、こういうね、ちゃんとこのページがありますんで、そこで確認してみてください。で、次、分数ですね。の足し引き算か。8/3 -6/5です。で、これはまあ小学校の時にやったように、分母が8と6で合ってないから、これを揃えないと足し算引き算できません、分数は。だから、まず通分で揃えに行きます。で、8と6だから24だね。に揃えるといいので、まず左側。24、3倍しますね。8×3=24。3倍だから上も3倍して、左算が9。引く。こっちは4倍だね。6×4=24だから。だから上も4倍して、5×4=20。で、分子、ごめん、分母。下は24で揃ってるから答えも24分のが来ます。で、あと分子の上が9-20です。で、そこを計算すればいい。普通に9-20。そうするとマイナス11になるので、-24/11と。これで OK です。さあ、あと2問行きましょう。あ、指数来ましたね。3×(-2)2です。で、さっきも言ったように指数が先にやんなきゃいけないので、ここ。計算します。で、カッコの外に指数がくっついてるときは、このカッコをね、カッコを2つ掛け算してますよって意味になります。だから、-2×-2。つまり4です。だから、この問題は、3×4 って変わるのね。で、やると、3×4=12と。で、ラスト、行きましょう。で、これは普通に足し算引き算しかないので、まず、前からね、ここ計算しちゃいましょう。-9、-2ですね。で、これはマイナス同士の計算なので、-11になります。つまり、-11+11となるので、これ、同じ数でね、プラスマイナスで打ち消し合ってしまうので、結局0になります、これは。0。といった感じで、これで終了でございます。大丈夫かな?では、今回は、中学校1年生の参考書の問題ですね。政府の数の計算特区丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。
で、このページまだ2つ目ね、大問2の方がありますので、次にそれをね、取りますので、もしよかったらそちらの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。